高畑光のぞみ、アンノウン、最終章で指示爆上がりのわけ田中圭も町田圭太も怪しい。考察が急加速の真犯人フラグメソッド。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。高畑光のぞ31が主演する連続ドラマ、アンノウン、テレビ朝日系。 が、終盤に来て意外な盛り上がりを見せている。ここのところ平均視聴率は5%台、ビデオリサーチ調べ、関東地区、と低迷していたが、5月30日放送の第7話は6.0%と急上昇。配信サービスとバーのドラマランキングでも、10位前後をうろうろしていたのが、放送翌日の5月31日は3位にジャンプアップ。 急速に指示が拡大しているようだ。第7話では、闇原心、高畑光のと浅田虎松、田中圭、38の結婚式で、心には虎松の父、綾木場井浦四48を殺害した容疑がかけられる。心は虎松の元妻林、A、四4 1の取り調べを受けるも、容疑を否定した。その後、 心の容疑は晴れたものの、心は事件の直前、虎松から事件現場である庭に来るよう呼ばれていたことから、虎松が関わっているのではないかと疑い始める。そして心が虎松に真相を問いただしていたところ、虎松を親同然に見守ってきた先輩警察官の施設家、小手深夜49が目の前で殺害される。施設家は最後に、 犯人は吸血鬼を狙っているという言葉を残し、という内容だった。謎を残すラストに、ツイッターでは真犯人の考察が加熱。心の同僚カメラマンである鏡、町田啓太32が思わせぶりな発言が多いこともあり、犯人と見る人が多いが、それは制作側が狙ったミスリードであるという指摘も、 また、犯人は吸血鬼ハンターで、世設家をはじめ、殺された人間は全員が吸血鬼という考察もあり、林や綾木場の元同僚である居酒屋店主には月、つ、佐工法64が犯人だという声もあった。しかく、真犯人フラグ、方式で巻き返しなるか、ほとんどの登場人物が怪しく思えるよう、 様々なに合わせシーンを入れているので、この考察の盛り上がりは、制作側にしたらしてやったりでしょう。この犯人候補を次々に提示していく作りは、新犯人フラグ、日本テレビ系、2021年から22年を思い出させますね。ドラマライター板橋六郎。 本作は番組側が YouTube で各キャラの事情聴取動画を公開して怪しいと思う人を投票させるなど考察を積極的に盛り上げに行っている。新犯人フラグも犯人予想のキャンペーンを貼るなどしていた。両作はよく似ているのだ。新犯人フラグは途中視聴率が5%台まで落ち込みましたが後半にかけて考察が加熱すると視聴率が急上昇しました。 アンノウンも考察の盛り上がりを見ると、ここからさらに指示が広がる可能性がありますね。全能。残りの話数はわずか。真犯人は誰なのかまた、どんなどんでん返しを見せてくれるのか、注目したい。近く、何回もリピさせていただきます。町田啓太が田中啓に急接近し、必見のドキドキシーン。サスペンスドラマだが、和めるシーンも多い。 ファンには嬉しい限り。